パン菓子パンコロネコロネは日本で開発された菓子パンの一種である。パン生地を塩水系の金属製芯に巻き貝状に巻き付け焼き上げた後内部にクリームを詰めたもの。コルネとも呼ばれる。チョココルネという表記もまま見られるコロネの断面語源は楽器のコルネットと同じくイタリア語で角や角笛を意味するコルノに由来する。ラテン語で動物の角を コルヌといい、フランス語でコルヌ、スペイン語でクエルのという。クリームをパン生地に詰めてから焼くクリームパンやチョコレートパンなどと異なり、クリームを焼かないため、より水分の多い、みずみずしいクリームを味わえる。一般にクリーム類をパンに練り込んだり、パン生地に乗せたりする欧米の調理法に対してパンの中に空洞を作りそこにクリームを詰め込むのは日本的な仕様であり、 饅頭に通じるものがある。チョコレートクリームを入れたチョココロネが特に有名。同様のものとして、イタリアにはクロワッサンのようなパンにチョコレートクリームを詰めたものがあり、コルネートと呼ばれる。また、スペイン語圏のクエルノデクレーマはコロネと同様に生地を塩水型に巻いたパンにフィリングを入れる。コロネソフトのレイコロネを利用した製品として、アイスコルネと コロネソフトといった菓子が商品化されている。これはソフトクリームのコーン部分をコロネに置き換えたものである。コロネ部分はきつね色に油で揚げたものや素焼きにした米粉パンなどがある。ありがとうございます。